欧州中央銀行、欧州中央銀行、欧州中央銀行、A、ヨーロピアンセントラルバンク、略称、ECB、欧州王銀は、ユーロ圏19カ国の金融政策を担う、中央銀行。欧州中央銀行の組織は、ドイツ連邦銀行及び、ドイツの州立銀行をモデルにしている。世界金融危機以降は、ドイツ連銀の権威力が低下している。 欧州中央銀行は、総裁を長とする、役員会、A、エグゼクティブボードを、ふつ、ダークトワードー、独、ダークトリアムと、役員会の構成員を呼び、欧州中央銀行制度のもとに置かれる各国の中央銀行総裁からなる政策次会、A、ガバニングカウンシル、ふつ、コンセイユゲグーベルンが、ー、独、イスブラッドによって運営されている。1999年、 オランダ銀行総裁、オランダ大倉大臣を歴任したウィムドイセンベルクが初総裁に就任。2003年11月には元フランス銀行総裁のジャミコール、クロード・トリシェが第2代総裁就任。2011年11月には全イタリア銀行総裁のマリオ・ドラギが第3代総裁となっている。任期は2019年11月1日まで。役員会は 中央銀行としての方針を策定する6人で構成される。役員はユーロ圏各国の全会一致での決定を受けて指名される。2005年には暗黙のうちに合意された結果として役員6名のうち4名はユーロ圏でも大国とされるフランス、ドイツ、イタリア、スペインの中央銀行出身者で占めることとなった。 ユーロシステムと呼ばれるユーロ圏の金融政策を目的としては、欧州中央銀行制度が、欧州中央銀行及び欧州連合加盟27カ国の中央銀行で構成される。欧州中央銀行制度が、ユーロ圏内の民間銀行に対して行う会よオペは、世界金融危機から担い手を交代した。従来ドイツ連銀が、オペ総額でほぼ半分の資金を供給してきた。 2008年以降その割合は急降下。2011年にスペイン銀行とイタリア銀行の2行がほぼ半分を供給した。ギリシャ財政危機をめぐり、ドイツのメルケル首相はギリシャ債務のヘアカット、リスケジュールは違法との考えを示している。リスボン条約に盛り込まれているノーベールアウト、非救済条項で EU は加盟国の中央政府の責任を引き受けない。 と規定されているため。ただし、欧州安定メカニズムというシャドーバンキングシステムには、ノーベールアウト条項の適用がない。この条項は2010年末の EU 首脳会議で、イザム設立のために改正されたからである。このような経緯を経て、欧州のロビー活動監視団体は、欧州中央銀行が重要な議題を、 メガバンクの代表団へ諮問しているため、利益相反の危険があるとの見解を示した。欧州中央銀行が要する22の諮問組織は、合計517人で構成され、そのうち508人は金融業界の代表である。欧州中央銀行の監督対象となっている銀行は、その過半数を占める。諮問組織メンバーの出身で最も多くを占めるのは、ユーロクリアである。ドイツ銀行。 BNP パリバとソシエテジェネラルがそれに続く。欧州中央銀行の主たる業務は、上記の目的を追求するためのユーロ圏における金融政策の実施である。これらの目的を実施するために、以下の手段が挙げられる。この他に、以下の業務が挙げられる。次に挙げる業務は、欧州中央銀行の付帯的業務とされている。2013年7月10日。 欧州委員会は銀行同盟に向けた単一破綻処理制度 SRM を提案した。この提案は EU 加盟国の銀行を欧州中央銀行が直接監督するという単一監督制度 SSM を保管する。預金ファシリティ金利をマイナス0.4%としている。欧州中央銀行はイングランド銀行のように対象性を持つ。 インフレターゲットを採用するべきだとする経済学者が多くいる。イングランド銀行はインフレターゲットを2%プラスマイナス1%としているのに対し、欧州中央銀行は2%以下であり2%近くにすると曖昧なものとしている。欧州中央銀行に課せられた目標が低いという批判は存在する。しかし、欧州中央銀行は インフレ率を抑制する立場にある。そういうこだわりが、欧州経済情勢のより広いニーズに応えない、金利決定がなされていると考える者も,もいる。このようなインフレターゲットに関する批判は、欧州中央銀行に限らず、多くの中央銀行でも言われるものである。イングランド銀行が採用していることも考えると、この論点が、連合軍軍政権に英米が対立した延長に、あると、 評価できる。欧州中央銀行による低金利設定は地下バブルが起こっているヨーロッパの地域では適当なものではないという批判があり、この低金利はアイルランドの地下バブルの要因となった。低金利はユーロ圏全体としてデフレーション回避のために設定されている。欧州中央銀行の低金利政策、実際マイナス金利が主流にせよ、インフレターゲットにせよ、 通貨の実質的価値を前減させて、交換手段としての活用を促し通し、消費へ使わせようとする目的で灯している。インフレしない、経済成長に直接効果のある自由通貨は、学会で議論されるにとどまっている。欧州中央銀行は、政治的介入を受けずに、独自に業務を行う中央銀行と規定されている。その目的と権限は、 英米の確執で政治的に妥協して定められたものである。ともかく目標達成のために権限をどのように行使するかについての意思決定は欧州中央銀行自体で行われ、業務上の独立性が保障されている。欧州連合域内の各国の中央銀行の多くはユーロ圏外にあり、独立性を有している。デンマーク国立銀行、イングランド銀行にも類似規定が存在する。 経済学者には一致した見解として独立した地位を持つ中央銀行の存在は政治的目的でマクロ経済の操作を回避するためには最良の手段であるというものがある。他方で一部の国において中央銀行が独立性も非独立性も有していないことがある。この背景には経済運営上の都合やインフレ阻止のための信頼性確保などがあるが このような状況でも民主主義の観点から説明責任は存在する。例示するとカナダ銀行やニュージーランド準備銀行などがある。一部では欧州中央銀行の独立性は非民主的なものであるという見方があり、また意思決定の過程や目標に対する批判の声もある。その内容は欧州中央銀行は連合域内の市民の大多数に対して 情報提供することが少なく、独立した地位を有していることから融通性がなく、また人権侵害や自然環境といった点から、貨幣経済を捉えた時のその影響力に関して、フィードバックのメカニズムから断されているというものである。実際、諮問組織からのフィードバックが優先されている。欧州中央銀行は、自身の提唱する案件に関して、 コメントを発表したり求めるといったことをしていない。自身の行為や決定の発表後でも市民に対して直接意見を求めるといったことをウェブページへ行っていないのである。内部における会議の詳細も役員会の内部分裂を隠すために明らかにしないのだと言われている。欧州中央銀行は欧州議会と欧州連合理事会に対して説明責任を負っている。 欧州連合理事会は、欧州中央銀行総裁、副総裁及び他の役員会の役員を指名する権限を持っている。指名された候補者はまず、欧州議会の承認を受けなければならず、続いて、欧州連合理事会の承認を経て、各役員の担当分野を決定する。欧州中央銀行総裁は、法の定めにより、欧州議会総会において、 年間報告書を提出することとされている。さらに総裁及び役員会の代表は年4回欧州議会経済通貨委員会において報告することとさている。このような報告は欧州議会または欧州中央銀行の求めに応じ定例外に行うことができる。欧州連合の市民は国政選挙を通じて欧州中央銀行の政策決定に影響力を 持つ。だが、経済の見通しの変動が民主的な手段によって示された場合、選ばれた政治家は直接その変動を欧州中央銀行に伝えれないという限界がある。連合軍軍勢期のドイツにおいて、フランスとソ連が四区にまたがる中央銀行の設立に反対した。そこでアメリカが第三次ドッジプランにおいて、州中央銀行委員会、 ランダーセントロールバンクコミッションの設置を提案したが、それさえ決裂したので、イギリスと協議した。しかし、ドイツの金融制度をライヒスバンクと切り離そうとするアメリカと、接続させようとするイギリスは鋭く対立することになった。一応イギリスは情報の姿勢を示したが、相応の条件をつけた。イギリスの占領地域では、ルール地方の石炭、 結構業を再建する目的で補助を支出しており、これが大きな財政負担となっていた。地方財政から補助金を交付するとき、ハンブルク営業本部は決定的なリファイナンス機関となった。それで要するに、英米地区全体を管轄する中央銀行の設立を認めてやるから財政負担をアメリカでも融通してくれというのであった。文献的制度を施行していた、クレイ将軍。 であったが、1948年1月に、すべての州中央銀行が出資して、フランクフルトの州連合銀行を創設することに合意した。イギリスは、同年2月に、ハンブルク営業本部の廃止と銀行文献化を決め、管轄区の各州に州中央銀行を設立した。3月に、州連合銀行はと命名された。やがて、 フランス地区の三州各中央銀行も3月25日に、訴求し、ドイチェレンダー銀行の参加となった。ドイチェレンダー銀行は多忙であった。唯一の発券銀行であり、州中央銀行の決済、再割引、最低準備金の予託を行う生産機関であった。ドイチェレンダー銀行は、連邦準備制度と異なる仕組みであった。イギリスの要望で日常運営にあたる。 役員会、ダークトリアムが置かれ、アメリカの要望では独立性を担保する機関、ゼントラルバクラットが置かれた。この理事会は、役員会総裁と、理事会議長と11州の州中央銀行、総裁から構成された。役員会と、イギリス地区州中央銀行総裁は、ライヒスバンク出身者から選ばれた。逆に、アメリカ地区では寄避された。西ドイツのドイレンダー銀行は、 6月の通貨改革に先立ち肯定部合を5%に設定した時の運営ぶりで完全な集権体制の確立を示した。1957年、イングランド銀行がポンド危機器や交換性喪失にあえぐ中、ドイツ連邦銀行に権限が異常された。マルクの通貨価値を安定させる目的であった。こうしなければ、各州の財政に振り回された運営が行われて、 インフレを招くだろうと見られていたのである。欧州中央銀行及び欧州中央銀行制度の主たる目的も、ユーロ圏における物価の安定であり、例えばインフレーション率を低く抑えるというものが挙げられ、現在の目標水準は2%程度としている。物価安定の目的を妨げない限りにおいては、欧州連合の経済政策を支援するという目的もある。 欧州連合条約第3条以下には、欧州連合の政策について、高い水準での雇用の創出と、インフレーションにいらない、経済成長の維持が謳われている。欧州中央銀行は、ユーロ圏最大の金融センターであるフランクフルトに、本店を構えており、その所在地は、他の欧州連合の初期間と共に、アムステルダム条約で定められている。年月日、 一人の男性がモーターグライダーを盗み、そのグライダーでフランクフルト中心街の高層ビル群を旋回し、欧州中央銀行に突っ込みそうになるという事件が発生した。その男性は2時間後に無事着陸し、その後逮捕された。男性は31歳の精神障害者でテレビ報道に対してチャレンジャー号爆発事故で死亡した。 アメリカ人宇宙飛行士、ジュディス・レズニックの気を着たかったと話している。欧州中央銀行は、フランクフルトの新本店ビルが建設されるまで、同じくフライクフルトにある、ユーロタワーに本店を置くことになっていた。1999年、欧州中央銀行は、国際建築コンペティションを開いて、新本店ビルのデザインを募集した。結果、 ウィーンを拠点に活動する設計事務所、コープ・ヒンメルブラウンが優勝した。新本店の本館ビル及び周辺に建てられる関連ビルは約180メートルの高さを持ち、フランクフルト東部の卸売市場跡を望む眺望を持つ計画となった。建設は2008年10月から始まり、2014年に完成、同年に新本店での業務を開始した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。